この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと告知をちょっとさせてほしいんですけど、はい、今日なんですけれども、うん、今日の夜、7時から、あの前にご紹介した、あの水俣のドキュメンタリーですね、はいはい、水俣曼荼羅の、監督の原和夫さんを囲んでですね、うん、映画について話し合うという、まあ、オンラインイベントを行います、ドミューンという、まあ、ドミューンで調べてもらうと出てくるんですけど、一応綴りを言いますと、はい、DOMMUNE で引くと出てきますんで、それでオンラインで見れますので、ぜひよろしくお願いします。はい。はい、それは水俣曼荼羅についてのですね、まあ、オンラインイベントです。うん、はい。水俣曼荼羅もう公開始まってます。はい。それともう一つですね、これは僕のオンライントークショーの告知なんですが、はい。はい、12月12日の日曜日なんですけども、午後1時から、うん、まあこれオンラインなんで場所を言ってもしょうがないんですけれども、うん、一応、純駆動、池袋店のイベントです。はい。で、これは、僕が、集英社インターナショナル社から出した本のですね、それでも映画は格差を描く、それでも映画は格差を描くという本に関するイベントです。うん、はい。で、これは純駆動の方から見れるよう、純駆動の、公式サイトの方から見れるようになってます。はい、すいません、有料です。うん、はい。いやだって話す内容をね、うん、はい、どうぞ。日本に今ね、入れない状況になってるでしょ？入れないですよ。ねえ。そう。大変なことになりましたね。今回ちょっと水際対策強化みたいなことになってますもんね。うん、な、全世界からの入国禁止でしょ？うん、はい。すごい状態になって、もう僕もう2年日本行ってないですよね。あ、そうですか。もう本当に大変なんですけどね、うん、はい、だから何もかもオンラインなんで、うん、イベントがね、うん、それで、12月12日日曜日の1時からのその純駆動のイベントはですね、はい、それでも映画は格差を描くという本の中に書いてあるクロエ・ジャオという監督ですね、うん、ノマドランドとか撮った人ですけれども、その人の新作のエターナルズというマーベル、はい、まあ、コミックユニバースのね映画が、日本で今公開中なんです。ちょっとその映画についてお話をしたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、純駆動の公式サイトの方からご覧ください。うん、はい、ということで今回の映画のお話をします。はい、はい、今回はですねイギリス映画なんですけど、はい、あ、音楽かかってる。はい、うん、Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seule au long des routes retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé.はい、うん、あ、今この曲はですね、うん、ペトラ・クラークというイギリスの歌手のですね、うん、ダウンタウンという歌のなぜかフランス版がかかってますけどこれもともとは英語です。はい、これがまあ主題歌でかかる、うん、よく聞きますね、うん、はい、映画で、ラストナイト・イン・ソーホーというね、うん、映画を今日は紹介します。はい、ソーホーというのはロンドンのですね繁華街なんですけれども、うん、説明するのすごく難しいです。ピカデリーサーカスってご存知ですか？うん、ロンドンの一番ど真ん中ね、うんうん、でそこには、リージェントストリートっていう、まあ、銀座のなんていうか、三越あたりみたいな、まあ、高級ブティックが並んでる道があるんですよ。目抜き通りみたいな、はい、目抜き通りみたいな、うんうん、ですぐその近くっていうかそのまあ90度曲がったところにレスタースクエアって言って、そこは高級な劇場がいっぱい集まってるところで、だ日比谷みたいな感じですね。うん、そう、あのミュージカル劇場とか映画館とかの一番高級なのが集まってるところがあって、そこの2つのそのまあ一高級なところに挟まれたところに双方というところがあるんですね。うん、90度の角度で挟まれてるんですが、そこはものすごくいかがわしいところなんです。いかがしよ、うん、だ昔はストリップバーとかがいっぱい集まって風俗 系の店が集まってるところなんですよ。うん、ですごく面白いのはそのだ日本だとだから銀座とかその
日比谷に歌舞伎町がある感じなんですよ。おー、なるほど。はいはいはい。ロンドンに行くと人はね、結構ね、びっくりすると思うんですね。表通りもう超高級ってところで、うん、こう、一歩裏に入ると、やばい感じの店があるんですよ。うんうん、はい。今はだいぶ高級化したんでなくなったんですけど、僕は初めてロンドンに行った時は結構びっくりしましたね。85年ぐらいだったんですけど。で、そのソーホーで、ゆうべっていうタイトルの映画が、このラストナイトインソーホーっていう、タイトルの映画なんですが、うん、これですね、ホラー映画です。え？ホラー？はい。で、ミュージカル映画です。ホラーでミュージカル映画？共存するんですか？で、共存するんです、これ。タイムトラベルものなんですよ。え？で、基本的には青春映画です。すごい、いろんな要素がいっぺんにできます。これ詰め込みすぎてるんですけど。盛り込みました。はい、うん、これ監督はですね、ショーン・オブ・ザ・デッドとかベイビードライバーを作ってきた人で、はい、僕は何度もインタビューしてる、まあ、オタク系のエドガー・ライトという監督なんですけれども、うん、その彼がですね、まあ、若いんですけど、子供の頃から、その、お父さんとお母さんから1960年代のロンドンとかイギリスで流行ってた歌をずっと聞かされてきて、うん、で自分がまだ生まれてなかった60年代のロンドンに憧れて作った映画がこの、ラストナイトインソーホーなんですね。うん、はい。で、これね、ストーリーは、まず20歳になったばっかりの、まあ、田舎に住んでる、イギリスの田舎に住んでる女の子が、まあ、おばあちゃんがずっと、いつも聴かせてくれる60年代の、イギリスのポップス歌謡曲ですね、うん、に憧れて、その60年代のファッションとか、うん、60年代の映画とかを見て、その60年代に行きたいなっていう気持ちになって、うん、でファッションデザイナーを目指して60年代風のデザインの、まあ、ファッションを、まあ、書いてですね、応募して、うん、ロンドンのファッションスクールに、ロンドンにもすごいファッションスクールが実際にあるんですけども、うん、に入学を許されるっていうとこから始まります。ああ、なるほど、うん、はい。で、その女の子はですね、エロイーズっていう名前で、トマーシン・マッケンジーというですね、ジョジョラビットという映画でヒロインを演じた、もう本当に20歳ぐらいの、女優さんが演じてるんですけど、その彼女がその60年代のロンドンに憧れて現代のロンドンに行くとですね、まあ、全然彼女の思ってたようなものと違うわけですね、想像したものと、うん、でやっぱり昔のことばっかり好きで、今のその友達となかなか仲良くなれないんですよ、うん、溶け込めないんですね、現代のロンドンに、うん、で、一人で寮を出ちゃって、ある下宿に入るんですけれども、うん、その下宿があるところは双方なんですよ。ただ双方はそんなにもういかがわしくないんですよ今は、うんうんうん、世界中どこの都市も家賃が上がっちゃったんで、うん、やばいとかどんどん消えてってるんですけども、あ、そっか。でその彼女はその双方の下宿で夜寝るとですね、うん、夢の中で1965年のロンドンに行っちゃうんですよ、うん、でそのでも鏡を見ると自分じゃないんですよ、その鏡の中にいるのは、うんうん、それはね、後から分かるんです、サンディというね、1965年に実在した女性の中に彼女が入っちゃうんです、夢の中で、うんはい、うん、それで現代のその20歳ぐらいの女の子とその1965年の20歳ぐらいの女の子が夢の中でリンクするっていう非常に奇妙な映画なんですね、うん、はい。でそのサンディっていう60年代の女の子を演じているのはアニャ・テイラー・ジョイというですね、クイーンズ・ガンビットの、あー、すごく印象的なね、目力の強い女優さんですね、すごい、ものすごい目の力の強い、うん、彼女なんですけど、で彼女は1965年にロンドンにやってきた子なんですね、うんうん、歌手を目指して、でそこに行くと65年、1960年代のロンドンっていうのは実は世界の中心だったんですよ、うんうん、これはね、うん、ちょっと説明しないとわからないところなんですけども、うん、ビートルズが出てきたでしょ、そうか、はい、ね、それでミニスカートが出てきたんですよ、はい、ロンドンからツイギー、そうツイギーです、うん、よくご存知ですね、はい、うん、でそのファッションとか音楽とかカルチャーは全部ロンドンから世界中に向けて発信するという時代で、うん、60年代は、うん、とにかく60年代のロンドンっていうのは世界の全ての文化がそこから生まれるっていう時代だったんですよ。007、007、ジェームス・ボンドもいましたしね、はい、はい、
でそこで流行ったものは全部世界で流行るっていうことで、うん、もう全世界からおしゃれな人が来て、うん、でもう街中ものすごくおしゃれで華やかで、うん、超楽しい世界になってるんですね。でその60年代のロンドンに彼女はその憧れてる現代の彼女が60年代の女の子の体の中に入って、うん、もう60年代ロンドンを超楽しむわけですよ。あ、じゃあそれは堪能できていいんですね、うん、本人もね。そう、そこはすごい楽しいです。うん。はい。で、そこにまたハンサムな彼氏が来てですね。うん。で、君は、ね、素晴らしい才能を持ってると。うん、ね。君をスターにしてあげようって近づいてくるんですね、彼が。うん。で、彼と恋に落ちるんですけど、うん。ただ、その時にロンドンのその華やかなショービジネスとかファッションの中心のところに、わずかワンブロック裏に入っただけで、恐ろしいその、まあ、闇の世界が広がってるんですよ、うん、だからこれ本当にね、ロンドン独特で世界中どこでもそんな話はできないなっていうことなんですね、うん、つまりすごく高級なところと、うん、ものすごく怖い暗黒街、うん、風俗街が本当にワンブロックツーブロックでつながってたっていうのはロンドンぐらいなんですよね、他みんな積み上げてるじゃないですか。そうそう、そんな隣接はしないですね、うん、それはね。隣接してないんですよ、普通。はい。でもロンドンだけはなぜかしてたんですよ。へー。で、彼女は華やかなスターの方に行けると思ってるんですが、っていうことで大変なことになってるんですね。そのサンディっていう60年代の女の子は。うん。で、それを夢で体験して、これは夢なのかしらって、その、現代のエロイズちゃんは思うんですけど、うんうん、調べていくとこのサンディが実在していることが分かってくるんです。ほう。うん、だからなんとか彼女を助けなきゃと思うんですよ。二つの時代のその時間軸が並行して進む話なんですよ。はというね、うん、非常に奇妙なサイエンスフィクションのようでファンタジーのようでホラーでね、うん、でしかもずっとさっきから流れてる60年代ポップスがずっと流れてるんですね。Resting in my これね、シラブラックという人のね、You're My World という歌で、あのこの人はビートルズとかと一緒に出てきたあの女性歌手なんですけど、うん、この頃ね、イギリスの女性ポップス、女性歌謡曲っていうのはものすごく流行ってたんですよ。うん、で、こういった非常に、まあ、なんていうかロマンチックな歌が流れるんですけど、画面で起こることはホラー映画ですから、血みどろなんですよ。うん、この曲の中 で。こういった曲、こういったもう楽しいポップスとか、そのロマンチックな歌を、背景にものすごく恐ろしいことが起こってるんです。どん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 映画はホラーに突入していくんですけど、うん、このラストナイトインソーホーという映画はそういうふうに画面で恐ろしいことが起こって、音楽がすごくポップで可愛いロマンチックなっていうとミスマッチに聞こえるでしょう、うん、ところが実は結構ミスマッチじゃないんですよ。え、なぜに？これ歌詞を聞いていくと、うん、その当時のそのイギリスの歌謡曲というのは非常に絶望的な恋愛について歌ったものばかりなんですよ。へえ。うん。だから、あなたがいなければ死んでしまうとか、うん。あなたは私の全てなのとか、うん。で、途中でですね、パリの操り人形というサンディ・ショーの歌が流れるんですけれども、うん、その歌はパリの操り人形って、なんかすごく楽しい感じの曲なんですね。うん。これ。これかかってます。うん、はい。すごい楽しそうでしょこの曲、うんうん、ね、パリの操り人形って歌大ヒットしたんですけど、これ歌詞をよく聞くと、私はあなたを愛してあなたの操り人形になってしまったって歌なんです、うん、で、私はもうあなたの言いなりなのって歌詞なんです、で、このサンディはそのまあ悪い男のために言いなりになって恐ろしいことになってくるんですけども、うん、この当時ってそのまあこの主人公の現代の女の子はその当時のロンドンというのはものすごく女性が解放されたところだったんですね、うん、
つまりミニスカート入ったわけですよ、うん、でそれまでのイギリスっていうのは1960年ぐらいまでのイギリスっていうのは世界で一番非常に伝統的で、うん、女性差別的で厳しい社会だったわけですね。うん、で女の人は手首まで必ず隠さなければならなくて、うん、首も見せちゃいけなかったんですイギリスでは昔。うん、だから襟の爪襟みたいなそのドレスをビクトリア朝時代の女性は着てたんですよね。そうかそうか、うんで。そのぐらいものすごく厳しくて、それ女性は何もしちゃいけないとかね、うん、なってて、そのまあある高級な、まあ生活をしている女性たちはもう何も一切家事も何もしないで、ただ家にずっといるっていう状態だったりしたんですけども、うん、ただそれが急に1960年代になって、それこそミニスカートで足出して、で、パンツ見えてるわけですよ、うん、あの時代って、みんな。で、その、まあ、フリーラブとかね、自由恋愛って結婚に縛られない恋愛をしようってことで、女性が一気に解放されて、うん、急に良くなったと思われてたんですけども、うん、実際にはその歌とかを聞くと、まだ、ものすごく女性は抑圧の下に置かれていたことが分かるようになってるんですよ。で、このサンディとか、この映画のヒロインの子たちは最初は憧れてロンドンの開放的で自由な、ね、女性が自由に、活動できるものだと思って行ってみたら、実はその裏にあった闇に吸い込まれていくって話なんですね。そういうことか。そう、うん。この頃ね、実は日本の歌謡曲もそうだったんですよ。ん？その当時1965年ぐらいの日本の歌謡曲というのはイギリスのその頃の歌謡曲とすごくよく似てるんですよ、うん、奥村千代さんが歌った恋の奴隷っていう歌を聞いたことあります、うん、ありますはい、うん、どう思いました？恋の奴隷になりましたですもんね、うん、もう奴隷っていう言葉がもう今は歌詞としては使わってこないですもんね。確かにね、うん、使えないでしょ、うん、ね、だってあの恋の奴隷になりましたってその後ねね、悪いことがあったらどうぞぶってねっていうこと。そうだそうだね、うん、であなた好みの女になりたいっていう歌なんです、うんうん、そうだそれそのさっき流したその、パリの操り人形とほとんど同じなんですよ歌詞が。精神的には支配されてるっていうことか。なるほど。そう、あと広田美恵子さんがこの頃人形の家って歌を歌ってて、うん、それはあなたに捨てられた私は捨てられた人形みたいっていう歌なんですね。うーん、これ実はものすごく女性とその男性との関係が非常に当時いびつだったことが実はわかるんですよ、うん、でさっき言ってたこのストーリーね、あのラストナイトインソーホーっていう映画の中にあるその60年代にその、都会に憧れてスターになる子の女性に憧れて田舎から出てきた女の子が騙されてっていう話って実は1965年頃日本で山のように作られてたんです、その映画が。それはね、うん、夜の青春シリーズって映画が東映で作られてるんですね。夜の青春シリーズ、ほう、夜の青春シリーズっていう映画が作られてて、はい、大抵緑真子さんが主演なんですよ、うん、で緑真子さんが田舎から出てきた女の子でね、でなんかスターになりたいな歌手になりたいなみたいなことで田舎から出てくるんですけども、うん、そこで男に騙されて、その男に惚れて、うん、で水商売で働かされてっていう映画が次々と作られた時代があって、わあ、本当はこのポスターありますけど梅宮辰夫さんと共演されたり。そう、梅宮辰夫さん毎回それやってたんですよ。いやでその映画のタイトルがですね、ひもとかね、うわ、ダニとかね、カモとかな。そういうタイトルで梅宮辰夫が次々と田舎から出てきた少女を引っ掛けて自分に惚れさせて働かせるっていう映画が次々と作られてて、うわ、まあ恐ろしい時代だったわけですよ。そうですね。ね、表側ではグループサウンズがあってね、うん、で非常に華やかな時代だったわけですけど、うんうん、グループサウンズっていうのはもうイギリス その、まあ、ビートルズとかそういったものに影響されて日本で出てきたものなんで、うん、そういう表の部分から闇の部分まで実は当時の日本とイギリスそっくりだったんですよ、うん、そうか。やっぱこう世界が抱えているその問題って今もね、格差がやっぱりいろんな映画作られるっていう松田さんおっしゃいますけど、はいはい、やっぱりその時代、はい、その時代にあるんですね。あるんですよ、テーマみたいなのがね。そう、だから僕は日本の方だけは詳しくって知ってましたけど同時期に来てたから。夜の青春シリーズ、そう、イギリスでも全く同じだったっていうのはね、今回ね、うん、そのエドガー・ライト監督ともが話してね、よく分かってね、ちょっとびっくりしましたね。へー。
はい、ただここでひねってるのはそこに現在の女の子が入ってって、うん、その60年代の子をなんとか救おうとするって話が新しい、うん、ね、ポイントでこの映画の、うん、でしかもそのこの主人公の女の子は現代では非常に生きづらくて、まあ、友達とかあんまりいなかった子が60年代に接することでだんだん自分を解放していくというですね、うん、非常にいい話になってるんです。そうですね、成長していく物語になってるんです。なんか何重にも仕掛けがあるみたいな感じですね、うん、そうです。へ、はい、であっと驚く結末です。ほー、えっていう感じで、はい、その辺は言えないんですけど、うん、はい、まあ非常に優れたね映画で、うん、ちょっと怖くて嫌な気持ちになりたくないなと思う人がいても大丈夫です。へー、はい、うん、素晴らしい結果が待っていますので。お、そうですか。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ラストナイトインソーホーです。はい、12月10日からロードショーで始まります。ラストナイトインソーホー、わかりました。はい、町山さんありがとうございました。どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び